第一ホテル、第一ホテル、第一ホテル、第一ホテルは、かつて、東京、新橋にあった高級ホテル、および同ホテルを中心にビジネスホテルや、リゾートホテルをチェーン展開していたホテル運営会社、株式社第一ホテルである。株式会社第一ホテルは、実業家で、阪急東方グループ総帥小林十三によって1937年、 昭和12年1月9日に設立された。資本金は130万円、当時であった。1938年、昭和13年に、東京、新橋に開業した第一ホテル、後の新橋第一ホテルは、最新式の高級ホテルとして知られ、第二次世界大戦後には日本を占領した、連合国軍に接収された。高度経済成長期以降には、 ビジネスホテルチェーンを全国展開するほか、グアムなど海外にもホテルを構えるなど事業を拡大していたが、2000年、平成12年5月に経営破綻した。倒産後の第一ホテルは阪急電鉄グループの傘下に入り、現在、第一ホテルブランドのホテルチェーンは、阪急阪神ホテルズによって運営されている。東京、新橋に建設されたホテル、第一ホテルは、 後期2600年、1940年、昭和15年に、東京での開催が予定されていた第12回オリンピック大会に備えて計画されたもので、その建設は1937年、昭和12年1月に着工された。設計都市港は、清水組によるもので、鉄筋コンクリート構造、地上8階。 地下1階建ての最新式ホテルは1938年、昭和13年4月に竣工した。第一ホテルは、巨食を排したスマートな外観が話題を呼び、また、和風客室12室を含む626室の、規模は東洋一の客室数と称された。その他にも、全管理暖房やエレベーター、最新式の厨房設備を持つレストランや、 喫茶店なども備えた第一ホテルは、戦前においては、帝国ホテル、日比谷や、山王ホテル、赤坂などと並び、東京を代表する、近代的高級ホテルの一つとして知られた。しかしながら、日本が第二次世界大戦に敗戦すると、第一ホテルは1945年、昭和20年9月8日、日本を占領した、連合国軍最高司令官総司令部、 GHQ に接収された。連合国軍を構成するアメリカ軍やイギリス軍、中華民国軍の高級将校らの宿舎として使用されたほか、1946年、昭和21年には、極東国際軍事裁判におけるアメリカ人弁護人らもここに宿泊するなした。1952年、昭和27年、サンフランシスコ講和条約の発行によって日本は、 独立を回復。第一ホテルはそれからさらに4年を経た1956年、昭和31年8月31日に変換された。その後、第一ホテルはホテルとしての営業を再開。1960年、昭和35年7月18日には、隣接地に新たなホテルを増築開業した。1938年、 昭和13年開業の当初からのホテルは、新橋第一ホテルボーン。新たに完成した建物は、新橋第一ホテル新館と呼ばれた。戦前には、最新式の近代的ホテルとして開業した第一ホテル、新橋第一ホテル本館であったが、設計、施工時から合理化が優先されていた建物は、一日本住宅を基準として、各階の天井高が制限されていたこと、2、 窓や出入り口などの面積がギリギリまで小さくされていたこと、3、居職が徹底的に廃されていたことなどを特徴としており、次第に時代遅れなものとなった。バブル期の1989年、平成元年7月1日には、内幸い町に完成した東京生命本社ビル、当時に第1ホテルアネックス170室が開業、老朽化していた。 新橋第一ホテル本館542室はこれと時に閉鎖された。ついで1992年平成4年12月1日には新橋第一ホテル新館も閉鎖され、ここに新橋における第一ホテルは54年の歴史に幕を閉じた。新橋第一ホテル本館跡地には1993年平成5年3月地上21階。 地下3階建ての新たな建物が竣工、同年4月21日に第1ホテル東京277室として再開業した。株式会社第一ホテルは東京第一ホテルと第1ホテルのブランドでビジネスホテルを全国にチェーン展開した。前者の例としては1973年10月に開業した東京第一ホテル仙台、仙台青葉区。 2005年10月に閉鎖、校舎の例としては1980年12月に開業した宮城第一ホテル、同宮城の区、1992年2月に閉鎖などがある。また、1980年6月に開業した第一院福山、広島県福山市を皮切りに、第一院のブランドでもチェーン展開を拡大した。第一ホテルは海外にも進出、 1970年に開業したグアム第一ホテル、グアムに始まり、ホテルロイヤル、マカオ、1983年3月開業、後に、マカオ第一ホテルに改称、シンガポール第一ホテル、シンガポール、1985年5月開業、サイパンビーチホテル、サイパン、1986年12月取得、後に、サイパン第一ホテルに改称。 高中第一ホテル台北、台湾、台北、1987年9月開業、第一ホテルジャカルタ、ジャカルタ、1993年12月より、受託運営など、アジア太平洋の各地でもホテル事業を行った。また、バブル期には1988年7月に第一、生命保険からの委託により、第一ホテル、東京米を、 千葉県浦安市の東京ディズニーランド近隣に開業。1992年7月には天王洲アイルに第1ホテル東京シフォートを開業するなど、それまでとは異なる事業形態のホテルも展開した。第1ホテル東京シーフォードが開業した複合施設シーフォートスクエア時代株式会社第1ホテルが三菱商事や上高さんと共同で開発を行った ものであった。第一ホテルは1968年、昭和43年4月、株式会社山王ホテルと合併契約を締結した。しかしながら、東京、赤坂にあった山王ホテルは、日本の敗戦以来、日本を占領した、連合国軍を構成する一国である、アメリカ軍に占有され続けていたことから、第一ホテルは、同7月、 ホテルの明け渡しを求めて日本政府を提訴した。第一ホテルは同年8月1日、三農ホテルを吸収合併した。1973年昭和48年8月、東京地方裁判所はアメリカ軍との契約にも民法が適用されるとして、日本政府に対して三農ホテルを株式会社第一ホテルに明け渡すように命じた。 翌1974年、昭和49年10月に、第一ホテルは、三農ホテルを安全自動車に売却した。第一ホテルは、ホテル事業のほか、子会社を通じて、広尾タワーズ、渋谷区広尾、1973年1月竣工、元赤坂タワーズ、港区元赤坂、1979年8月、竣工などの高級マンションの建設。 分譲を行っていた。これらの物件はいずれも東京都心の一等地にあり、後年には、いわゆるビンテージマンションとなっている。2000年、平成12年4月、株式会社第一ホテルは、同年の3月期決算で230億円の債務超過となることが報じられた。その直後、第1ホテルは、金融機関に対して200億円余りの債権放棄を要請した。 しかしながら、メインバンクであった日本長期信用銀行は、経営破綻を経て、リップルウッドを中心とする外資系投資組合に、貸し担保特約付きで売却されており、現、新生銀行、第一官業銀行、当時など、他の大口債権者と共に、その要請には応じなかった。この結果、資金繰りに行き詰まった、株式会社第一ホテルは、同年5月26日に、 会社構成法の適用を申請、事実上倒産した。負債総額は1、152億円。3ヶ月後の同年8月27日に上場廃止となった。構成会社となった第一ホテルのスポンサーとして、創業者が同一の阪急電鉄が名乗りを上げ、2001年、平成13年7月31日に構成計画認可を受けた。また、 かつて計画していた東京、塩止めで行われる再開発事業、塩サイトへの参加、ホテルの開業を同年6月に正式に断念した。阪急電鉄は2001年、平成13年11月1日付で、第1ホテルの100%減資を実施し、その後10億円を出資して完全子会社とした。第1ホテルの構成手続きは、 同月21日をもって決了し、法手続き上の再建を果たした。翌2002年、平成14年4月1日付で、阪急電鉄傘下の株式会社、阪急ホテルズ、当時に九州合併され、株式会社第一阪急ホテルズとなった。再建により旧第一ホテルの事業は縮小傾向となり、首都圏では第一ホテル、東京米、 千葉県浦安市の委託運営が2002年、平成14年3月に終了、2003年、平成15年4月には、銀座第一ホテル、中央区銀座も営業を終了した。銀座第一ホテルの入居していた旧、銀座三井ビルディングは取り壊され、建て替え後の銀座三井ビルディングには、三井ガーデンホテル、銀座プレミアが入居した。2008年、 平成20年4月以降は株式会社、阪急阪神ホテルズ大阪市となっており、かつての第一ホテルチェーンは、同社による阪急阪神第一ホテルグループの事業、ブランドとしてあり、同グループに新規にフランチャイズ契約を結んだホテルの中には、東京第一ホテル、東京第一員を名乗るものもある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。